どうも、いらっしゃんねるです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、はい、お待たせしました。やっとですか。はい、皆さんお待ちかね、はい、モルワンシリーズの第2弾をちょっとやっていきたいと思っております。はい、はい、ということで今回ですね、はい、どういう風にしようかなと思ってずっと考えたんですよ。あ、考えてたんですね。考えました。視聴者さんの方から、はい、モルワンまだですかみたいなコメントあったり、ツイッターで DM 飛んできたりとか、マジであったんですよ。ツイッターそんな来るんですか。はい、で、はいはい、あ、でもどうしようかな、くだくだやりたくないなと思ったんで、はい、あ、そうだ、あ、トーナメント方式にしようと思って。なるほどね。うん、とりあえず近場で、まあ、もともとほら、1000円以内で買えるリスクということでやってあったんで、はいはいはい、そのスタンスはちょっと今のところ崩さないで、トーナメント方式でやってみようと。モルワン、トーナメントでございます。むちゃくちゃでしょ、はい、ということで、私は作ってきました、はい。こそっと作ってきました。こういうことです、皆さん。はい。モルワントーナメント2022夏ってことですね。あとはこの甲子園みたいな、ね、感じなんですけども。ということで、今日は何をしようかっていうことなんですけども、このトーナメントの抽選をやっていきたいと思います。くじ引きで。くじ引きからもう、はいはい、これだから8本ですよね。そうです、8本ですね。まあ、ベスト8からいきなり始まるっていうトーナメントなんですけど。それは誰かさんが独断と偏見で選んだ8本のことですか。そうです。基本的には、まず1つ、はい、まあ、1000円以内で買えるやつ。はい。まあ、メジャーの方。はい。この間、視聴者さんに、なんかアンケート取ってたじゃないですか。はい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 。あれがスコッチが一番だったんだっけ。そうですね、どのウイスキーの札飲んでますかって、ね、スコッチがやっぱ多かったんで。ということで今回はスコッチで1000円以内で買えるウイスキートーナメントという形で、はいはい、そういうことです。よろしいでしょうか皆様、はい、いいですね。じゃあいきますよ。エントリーナンバー1番、はい、ジョニー・ウォーカーレッドラベルでございます。いきなり登場ですよ。これダメでしょ。ダメ、もう叩かれる完全に。ただこれもちょっと買えるんで、980円で売ってるんで。もう店によってってやつですね。店によって。ただ、我々の周りは980円で買えますんで。レッドラベルでございます。優勝候補、はい。はい。値段ではなくて味の問題ですよね。はい。どんどん言いましょう。はい。はい、次。エントリーナンバー2番、ハイランドクイーン選手です。これもね、結構ね、はい、よく見ますね。お店で。特にイオンでは見ますね。ハイランドクイーンはね、はい。これどんな味するんでしょうね。楽しみですね。じゃあ次。はい。これは、マッケンジーですね。バーン・マッケンジー選手です。はい、これ。ちょっとこれもね、かっこいいんだよな、パッケージはね。見たことないでしょ。はい、次。エントリーナンバー4。はい、エンシェント・クラ。これね、意外とね、見ない。それかっこいいね。かっこいい。はい、次。リチャードソン。はい、リチャードソンでございます。これね、なんか微妙にこう、スコッチウイスキーなんですけど、はい、パッケージだけでこうグーって見ると、バーボンなんじゃねっていう、怪しいパッケージです。次、何問目だ？エントリーナンバー6番。クルーニー選手です。これはですね、イオンリカーで見つけた、下にありましたね、棚の。これ、すごい下にあるやつだよね。そうです、結構下にある。ちょっとなんか誰も買わなそうで、ちょっと、かわいそうだったんで、ちょっと火の目を当てたいなと思って、こう光を当てたいなと思って。なるほどね。うん、買ってきました。はい。エントリーです。じゃあ、次、グランツ。トリプルウッド選手ですね。これですね。これはもうみんなね、知ってる。もうこれも多分優勝候補。そうですね。うん、これも多分炎上するかもしれない。叩かれるかもしれないです。グランツ。もうみんな飲み慣れてますよね、これね。はい、ということで、最後なんですけども。はい。これですね。インマイスクリーン。はい。ですね、これはちょっとね、いろいろあったウイスキーですけども、今回ちょっと、初見感覚でやってみようかなと。この8本の選手ですね。はい。はい、こちらはですね、トーナメント式で戦わせるんですけども、はい、今日は抽選会ということで。あ、そんなのまで用意してるんですか。はい、ちゃんとやってます。はい。そうですね。はい、こちらね、ちゃんと抽選の箱ですね。皆さん見てください。はい、何のトリックもないですよ。誰も仕掛けもない箱でございます。そんなものはいいんだよ。うん。箱と、あとですね、この私の拙い字で書いた、この名前書いた紙です。これを、はい、まあ、入れて、わかりました。っていうやつです。じゃあ、ちょっと早速、はい、やっていきましょう。はい、ということで、この中に、はい、選手の名前が書いた紙を入れました。で、もう忖度なしで、はい、もしかしたら初戦にね、ジョニアカとグランツが当たる可能性はあると。それはつまんないな。うん。ただまあ、ね、それも忖度なしのトーナメント表なんで、はい。はい、じゃあちょっとノビさんに引いてもらいましょう。はい、じゃあ行きますよ。トゥルトゥルトゥルン。はい。はい。最初。はい。一つ目。はい、何でしょう。はい。クルーニーです。あ、クルーニー選手ですね、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、
クルミ選手、まず初戦を戦うことになりました。いかがですか、この、ね、工作のようなあの感じが、ね、またいいんですよ、これ。ぬくもりが。次、はい、ハイランドクイーンでございます。ハイランドクイーン選手ですね。はい、はい、いきますよ。はい、はい、インバネスクリームで来ました。インバネスクリーム選手ですね。おお、結構早い段階で飲めますよ、インバネスクリーム。はい、し、はい、じゃあ次行きます。はい、チャッチャと行きますよ。はい、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 次、はい、はい、グランツトリプルウッド。あ、来ましたね、グランツ選手、これ優勝候補ですね。ああ、この人あれか、インバネスクリームと戦うんだ。あ、インバネスクリームちょっと勝つんじゃないかな。そこ見る人いないんじゃないですか。いやいやいや、これなかなかいい勝負ですよ、インバネスクリームね。トリプルウッド。じゃあ今のところちょっといいですか、今のところ、はい、一つの山がこの4選手で戦うことになります。あ、それが1ブロック、ね、1ブロック、はい、A ブロック、 A ブロック、 A ブロック、はい、A ブロックにしましょう。はい、では B ブロック引きますよ。はい、じゃあ B ブロック最初の選手は、はい、デル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 、エンシェントクラン。あ、エンシェントクランですね。これは、あ、これだとかっこいいってことです。いや、ちょっとね、馴染みがないのが多くて、馴染みねえな、確かに。エンシェントクラン知らねえよ。じゃあ次行っちゃいますよ。はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、はい、バーン・マッケンジー。バーン・マッケンジー、ああいいですね、バーン・マッケンジー。ああ、決勝とか、あ、名前がいいね、これね。うん、僕インマイナーなこうウイスキー同士の戦いって感じました、ね、じゃあジョニアが来ねえな。なんかやらせのように出てこないよ。うん、行くよ。はい、はい、入ってんの、ジョニアが、はい、ジョニアが、あ、来た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 、よし、ここで来ました。はいはいはい、あ、ちょうどあれだね、忖度したことのようにこう AB 曲がりだね。そうだね。ジョニアか。はい、ということでラストは、はい、はい、もちろん最後は、はい、これです。リチャードソン、はい、リチャードソン選手ですね。はい、よし、リチャードソン選手がジョニアかと戦うと。さあ、勝てるかな、リチャードソン。はい、ということで、はい、AB ブロックこんな感じになりました。はい、見えますか皆さん。はい、はい、はい、ということですね。これでノルワントーナメント、そうですね、2022夏、一応ナポさんの独断と偏見の8本になりますけども、うん、はい、この中で誰が一番美味しいか決めていくという形で、そうですね、はい、とりあえずこのトーナメントこれからやっていきたいと思いますんで、はい、ぜひ楽しみだと思う方はいいねボタンとグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、気分悪かった。バッ